はい、宇部です。どうもこんにちは。はい、4月ですね、ディズニーイースター、こちら C でも始まりまして、新しく新発売になったディズニーグッズの方をですね、動画でレポートしたいと思います。それでは行ってきます。はい、こちらですね、ペールトーンカラーの新シリーズが出てましたので、ちょっとレポートしたいと思います。ペールトーン、まあ、パステルといいますか、ちょっとクリーム色の柔らかい優しい感じの色合いですよね。まずこちらアリエルの T シャツ、はい、ちょっとアリエル振り向き気味のドーンとしたアップになって、でこれね、文字のところがですね、ちょっとこう手触りが若干違うんですね。ちょっとこうザラザラした感じになってます。で首のところがガバッと開いてるんで鎖骨が見えてですね、こう夏に着るとちょうどいい感じだと思います。こちら3300円になります。アリエル3300円。そしてこちらがラプンツェルです。ラプンツェルも可愛いですよね。これも、はい、こちらも3300円だと思います。このサインのところがちょうどね、こう白押しっていうんですか、ちょっと手触りがね、ちょっとザラザラした感じになって立体感出てます。でこのシリーズですね、こちら見ていくとアリスもあります。アリスのサイン入ってますね。お、ハートも入ってるよ、ほら、かわいいね。あと襟のとこもやっぱこうやって同じく立体感がある処理がされてます。アリスと、そしてティンカーベルもあります。ティンカーベルはサインがやっぱティンカーベルってなってて、このティンクのリボンと、それからワンピースのところもですね、今言ったこのザラザラになってるこのシルバーの処理が施されています。はい、以上、新展開のペールカラーの T シャツでした。はい、今紹介したペールトーンのシリーズなんですけども、 T シャツ以外にもこのようにトートバッグもありますね。トートもあります。やはり注目はラプンツェルでしょうか。はい、ラプンツェルのトートをちょっと紹介したいと思います。こちらは、あ、すごい、中見て、なんか花柄になってます。かわいいね。で、中にサイドポケットもちゃんとついてるので、中に細かいものがバラバラにならなくなってます。あと、ちゃんと蓋ができるので、蓋がマグネットになってるので、はい、蓋もちゃんとパチッとできますね。何気にね、こういう風に輪っかがついてて、こういう間ね、鍵とか吊るせるね。だから、カバンの中でキーホルダーがあるから、鍵なくさずにいいかもしれません。はい、今裏返しました。裏も同じデザインですね。表裏ない感じです。はい、どっちも同じです。なので、どっち側にかけても可愛いですね。はい。あとは、取っ手もいいですね。ピンクの花柄で可愛いですね。はい、このトート3000円になっています。ラプ以外見てみようか。アリエルも見てください。取っ手がやっぱり貝殻になってますね。中は、うわ、なんか真っ赤だ。ちょっと目がチカチカするな、これ。これ予想外。中真っ赤です。取っ手が貝殻と人手になって可愛いですね。はい、ティンク。ティンクは取っ手が星になってます。やっぱ夜のイメージですね。緑です。中は緑かな。あたり、中緑だ。中もすごいぞ。ちょっとチカチカしますが。はい、そしてアリス、あ、取っ手が見て、ティーパーティーをイメージした時計とかティーカップとか持って可愛いですね。で黒ですね。中は黒かな。あ、あたり黒だ、やっぱこれはシックでいいね。うん、ちょっとやっぱね、赤とかピンクとか子供っぽいなっていう人はね、ちょっとこれがやっぱ大人向けがいいかもしれないですね。やっぱアリスって昔からある、ね、タイトルだから、大人の人はこれがいいかもしれません。やっぱおすすめラプンツェルかな。はい、今紹介したトートですけども、同じ感じでポーチも出てますね。ポーチ、やっぱラプンツェル、アリエル、ティンク、アリスと出てます。じゃあ形の機能は同じだろうから、代表でじゃあやっぱりラプンツェル紹介したいと思います。このラプンツェル、街はちょっと浅めかな。はい、俺の iPhone6 よりかちょっと薄い感じですね。で、裏は、あ、デザインは同じです。ドナルドのポーチは裏表デザイン違ったけど、これは同じですね。はい、同じです。じゃあ中見ましょうかね。中見ます。
中はトートと同じ処理ですね。トートと同じ裏地で、はい、やっぱりサイドポケットがついてます。これが1800円ですね。はい、なので多分これトートと同じシリーズでしょうから、ちょっと残りの3キャラに関しては説明省略します。